コーヒーカンタータ、星2。コーヒーをメインのネタにしたゆるゆり漫画。主人公は温室育ちのお嬢様の JK。そいつが多分ジパングであろう地方のコーヒーを地場産業にして地域を復活させた場所の幻のコーヒーを飲むためにやってきて、そこにいたセクシー担当のギャルや、コーヒーレジェンドの祖父を持つ幼女に出会い、その地域で作られている幻のコーヒーを作っているコーヒー専門学校に入学するとかそんな感じ。薄い布をフィルターにして入れるコーヒーは美味しいよ、とかだったりコーヒーに関する小ネタも入るのでコーヒー好きに対する漫画かもしれない。ここから重箱発言。コーヒーというのはコーヒーベルトと呼ばれる赤道近くのくっそ暑い熱帯の場所でないと育たないのぜ。ジパングの場合は沖縄のあたりじゃないと無理なのぜ。ただこの漫画のメインの場所がどうも軽井沢っぽい地方の避暑地の山奥って感じのデザインとか背景しているし、モブやメインの着ている服装も熱帯仕様じゃなかったりとか、どう見ても熱帯じゃない場所にコーヒー専門の農場がある学園があるっていう設定が暗躍となります。この辺はあくまでもそういう情報を知らない人にとっては別にどうでも良いフレーバー要素なのぜ。なのでこの漫画は多分ファッションコーヒー好きだったり、コーヒーと JK っていうイラストが好きな人族向けのゆるゆり漫画じゃないかと思われます。